せーの、幸あれ。在日20年以上になります韓国人キバルンと申します。よろしくお願いします。今回はインスタとツイッターでリクエストを非常にたくさんいただいておりました2ヶ月カルチャーショックあるあるをご紹介していきたいと思います。すぐお隣の国だけど行ってみないとわからない文化の違い、たくさんあるんです。お互いの国の人がどのような部分でカルチャーショックを受けているのか、今回は本当にたくさんの日韓の方に直接アンケートを行い、日韓に住んでいた私の経験値をもとにカルチャーショックをまとめてみました。それでは早速いってらっしゃいませ。私の名前は富澤英子、24歳 OL だ。今日は同僚のマミとカナコと一緒に初めて韓国旅行に行く。いろいろ緊張しちゃうけど、そんなことよりチャウヌ求めて3000里。やっと地下鉄乗れた。てか韓国イケメン多すぎね。マクドナルドから顔面偏差値高いとか無理なんだけど。てかかなこ座りの、全然いいの、私もう慣れてるから。え、いいの、じゃあ座っちゃうよ。お言葉に甘えちゃいます。ふう、真面目見えた。てかさ、ナミが現地の人だと思われてもう道7回目聞かれてんの、もうほんと草越えて鼻じゃね。マジ押し合いたい。てかさ、うちらうるさすぎない？もうちょっとボリューム下げ。そんなことないか、ほぼみんな電話してるし、あっちでカップルキスしてるし、喧嘩はしてるし、なんか韓国の地下鉄自由すぎね。아우, 힘들어. 아니, 왜 이렇게 교통비가 비싸냐고. 엄마! 일로 와. 아, 진짜. 우리 저녁 뭐 먹지? 거기 돈가스 집 갈래? 깨콜. 근데 왜 이렇게 조용해? 뭐지? 와, 쓰이다, 쓰이다. 뭐, 진짜 한국 그때 간지. てか、10歩歩いたらカフェあるの強くない？このビルスタバ3つも入ってるよ。マジ尊敬パないんだが。マミ、後ろ危ない。ヨロブン、アンニョンセヨ。ライブ放送してる人多くない？ねえ、カナコ映り込みに行ってんだけど、マジウケるんだけど、ほんと気まずい。大丈夫？マミ、大丈夫？びっくりした。マミ大丈夫？あの方々はダウンタイムの人たちだよ。大丈夫大丈夫、ハロウィンは終わった。歩けそう？え、何？カウンセリング行きたいって。わー、いこじいこじ。おま、こぎそば、はなーで。ここがキバルンが行ってた一番有名なタッカンマリ専門店ね。あ、来た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 。おさせよー。あどこいしょ、どこいしょ。どこいしょ、どこいしょ。あ、そーら、そーら、そーら。あー、もうおかずだけで腹いっぱいだよ。マミなんか口についてる。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。てか箱ティッシュなくない？どこどこ？これ？韓国ってトイレットペーパー使うんだ。慣れた子慣れた子。推しと子孫残すんだよ。ね。진짜오래기다렸어여기덮밥맛집이래어마그로동미츠그다사이어서서서서와맛있겠다어스푼스푼스이마생스푼너그럼어떻게먹어헐뭐야ここが韓国のインスタグラマーが集まるウルチロって街ね。ここが韓国のおしゃカフェ最新トレンドを作り出してるんだって。でもカフェっぽいカフェ全然なくない？地図合ってる？マミ、でも Google さんここって言ってるよね。どこだろう。え、もしかしてこれ？これは絶対違うよ。工事中だよ。中入ってみる。안녕하세요서울코피입니다주문하신나이스아메리카노나왔습니다감사합니다주문하시겠어요에이ここカフェだったの？看板も何にもないし、はたから見たら工事中だよ。ごめんなさいごめんなさい、気まずいですよね。本当に見やでよ見やでよ。とりあえずホットコーヒーで。와
イスアメリカの3つください。はい、アイスアメリカの3つで780円でございます。今日すごい暑かったですよね。これ飲んでたくさん冷え冷えしてくださいね。氷少し多めに入れときますね。韓国の方ですか？すごいガールが可愛い。本当に可愛い。豊中さん休憩入って、あと田中さんレジ入ってください。ただいま店頭でトールサイズキャラメルフラペチーノエキストラソースをお作りしております。いやーマジクソ飲んだね。マミ寝ないで、明日朝9時の飛行機だよ。あ、すいません、ミョンドンまで行ってください。カムサハムニダー。ねえマミーマミーマミー、生きててよかった。おふ、나취한거같아。テスト할래？나이코쿠초마네하이어야일어나일어나기사람저기요10만원이라고요어나취한거같아어취했어취했어ああ、もう日本帰る日か。韓国一泊二日は絶対ダメ。短すぎ短すぎ。てか空港バスどこ？全然見当たらなくない？うちら絶対に迷った。とりまえずあそこの店員さんに聞いてみる。はい、excuse me、where is、 あ、日本の方ですか？あ、はい。あ、空港バスってどこにありますか？空港バスはここまっすぐ行っていただくとスタバが見えるんで、そこ右曲がって突き当たり左にバス停あります。あー、食事おでんで、あーし、一旦물어보자。あ、すいません、プリンスホテルどこですか？あー、案内しますよ。あ、감사합니다。僕韓国めちゃくちゃ好きで、最近韓国語勉強してるんですよ。そうなんですよ。BTS の通訳士は私に任せなーって感じで。はい、ということで、日韓別、カルチャーショックあるあるをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか？うちらが当たり前に思っていたことって、隣の国では、超珍しいことだったりするんですね。皆さん、推しと子孫残したいんですよね。そしたらこの動画、何回も見てください。そして少しでも文化を分かり合って、推しと墓まで共にしようじゃありませんか。今日も見てくださって本当にありがとうございました。この動画が参考になった方はチャンネル登録、そしてグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。そしてぜひ皆さんのカルチャーショックあるあるも教えてください。コメント欄でシェアしていただけたら嬉しいです。そして僕インスタグラムとツイッターやっております。こちらの方でも韓国情報をお届けしておりますので、ぜひぜひフォローしてください。まだやってない方はよろしくね。ということで、皆さんが韓国に行かれた際、あまりにも久しぶりすぎて歓喜のあまりそのまま埋骨できるように、私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの。